俺とさ、翔也くんで世界観違っていいの？これでも多分裁縫入ってくるよ、ちょっと。俺これにするもんね。高そう、絶対高いよ。それ。これ作るんだよ。え、作んの？ローテーブルのことも考えとこうじゃん。あ、そうだね。ローテーブルとか。だからもう言うたら、クッションとか。もうこれぐらいでやるってことよ。椅子作って、椅子の高さに合わせてローテーブルを設計するってことでいいんだと思うんだけど、どういう感じにするのかだけ考えようよ。そうだ ね考えようよ。ねえねえ、考えよう。大理石だよね、やっぱね。すごくない？ここに大理石？もしくはあれだよね、あの一枚板だよね。やっぱ北欧風といったら北欧風なんだ、一枚板って。あのあれでしょ、大木の。そう本当にね、切っぱなし、切りっぱなしみたいなやつだよね。年輪とかも味だよみたいな。売れっ子、売れっ子。山田さんがそれ作りてぇ。山田さんか。山田さんのリクエストなら作らないわけにはいかないじゃん。一枚板、テーブル、自作。ちょっとやっぱおしゃれに見えるしね、なんかね。見えるよ。ただ問題はこちらです。あ、高い。あ、そうか、一枚板だから高っけんだ。高いよ。うわ、高っけ。え、いいんですか、取りに行く一枚板。いろんな免許いるぜ。許可と免許が一番ざっくりっぽいですけど、うん、ね、それができたらね。森とか入ったらそこら辺に転がってないかな。ほら、一枚板、テーブル、後悔ってサジストで出てくる。ねえ、すごい可愛いの見っけたんだけど、どう？え、可愛い。なんかキャットタワーみたいになってる。テーブルがあって、そこにちょっと丸い穴開いてて、ちょっと猫が入って遊べるみたいな。え、可愛い、これ。え、可愛い。これ DIY できんの？なんかできる。ガラス、キーガラスみたいな。うんうん。で、挟んで、その中にちょっとなんか砂利とか入れて、小石とか砂利とか入れて、シャレじゃん。ちょっとおしゃれな感じに仕上げる。これ良くない？人手とか貝殻入ってる。しゅうやくんのお気に入りの推しのグッズ入れようよ。あるよ、全然提供する。一生モザイクだけど。推しのブロマイドとかグッズ。釣りガラスにするけど。あ、ぼやーってね。なんかあるなーっていう感じね。ピンクだなーみたいな。それいいじゃん、それなんかあるの。これかわいいね。こんなんできんの？いや、まずもうマスオさんになっちゃうんですよ。本当に？できるのかい？楕円形テーブルもありますよ。あ、かわいいね。楕円形好きだよ。楕円形好きだよね。うん、楕円形が好きだからやっぱ地球に住んでるみたいなのがあるもんね。そうね、うん、移り住んできたんですよ。移り住んできたんだ、うん、宇宙人だったんだ。そう、俺が住んでる星はさ、四角い星だったからさ。わやー、そんなんあんだ。すげえ不便だったんだよ。角ってどうなってんの？角は、だからもう角になったもんね。あ、そんな感じなの？すげえめくせ。うん、バチだよ。ただただ俺と翔也くんがスマホを見てるだけの動画。うん。あ、でもウェルカムボードあったよ。ウェルカムボードある？うん。それ見といて。じゃあ、すごいかわいい。誰がウェルカムすんだよ。え、やっぱ小林。でもね、小林大輝ですよ。なんかこうちょっとね、あの最初のさ、一枚絵がウェルカムボードからこう入ってこうバーってパンしていくと僕らがいるみたいな。そうそうっていうね。そうそうそう、こうやってこうやってってやつね。もう本当に全方位にディスってる。ディスってないよ。いやいや、いじってるよ。いじってたのそっちだろ。これだね。これね、パレットっていう、何ですか、その、うん、荷物を乗せるためのちっちゃい荷台みたいなのを、うん、こうその上に
ベニヤとかバーッてやって作るから難しくなさそうだよね、うん、でそのパレットは、うん、あの中古パレットを販売してるサイトがあるそうなんでうんうん、うん、これを用意していいね。でなんか貝殻とかちょっとね拾いに行きたくない？行きたくないねエスパーもうねだって3、4年ぐらい付き合い顔で分かるようになってきましたね。俺ね分かりづらいって言われるんだよ。でも今貝殻拾いに行きたくないって言った時の俺の顔死ぬほど顔に出てたよ顔と間に出てたうふぐらい言ってほしい。貝殻ってどこに行けば拾えるんですか？海岸じゃないの。それはもう綺麗な海岸ですか？綺麗な海岸。沖縄ですか？沖縄遠くない？え、そんな何？え、ロケしたくないんですか？じゃあ俺だけで。ロケしたい、ロケしたい、ロケしたい。主役は適当に九十九里あたり適当じゃないんだよ、九十九里。近い近いっていう意味でね。あ、そうね、うん。休日はビーチで貝殻拾い。ビーチコーミングっていうのかな、らしい。ビーチコーミング。ビーチに流れ着いた漂流物を拾うことですっていう、うん、っていうのがビーチコーミングっていうのって。ビーチコーミングしたい。ザ・クリエイトでね、お金かかんないし海岸行けばいいだけでしょ。行くよ。はい。あーいいね。それをそう拾ってきたやつを瓶にちょっと入れたりとかね、してお前今何調べたの？趣味趣味の調べ物してる。あった、その貝殻のやつ。あった、うん、あれに、うん、そのガラス天板をポコッと置けるようにしときゃいいってことだよね。そうだね。由比ガ浜でもビーチフォーミングできるって。由比ガ浜、うん、鎌倉ですね。はい、でしょちょっと偏ったあれですけどね、イメージですけど。神奈川県出身ですけど本物だった。うえちょっと陽気な、ね、お兄ちゃんお姉ちゃん多めですね。ナンパの選手でしょそんな風に言われてるじゃん。俺が思ってるだけ。あ、思ってるだけ、うん、ナンパロケってこと？どういうこと？どう思う？うまくいくと思う？いくんじゃない？いいじゃないですか。でもやっぱ俺も乗り合わせるから、へーへーへーっつって声かけるどう思う？俺は嫌だよ。えええええ、ちょっとお茶でも行かない？俺は嫌だな、こういうやつ。顔マジになっちゃう、それ怖い。きしょ。え、したことある？ないないない。俺も代官山で、うん、めちゃめちゃ可愛いらしい女の人が歩いてて、うん、もうマインドとしては、うん、もう二度と会えないだとしたら声かけとくのありだなって思うぐらい美人の人だったんだけど、うんうん、結果声かけないんだけど、うん、こういうことなのかなって思った。まあね、衝動的にはね。確かにやって後悔するよりやらない後悔の方がしんどいもんね、うんうん、っていう精神でやっぱみんなやってトライしてるのかな、ね、でもやっぱその考えうる最悪のパターンって、向こうの方がアニメとか好きで俺のことをうっすら知ってて、それを2チャンネルに書かれることだから俺の考えうる最悪の想定はね、そこがやっぱ二の足を踏ませるよね。逆にでも好感度上がるかもしれない。ほんま？あ、すごい貪欲なんだな。わかんない、もう適当言ってる。そうね、本当に今のは適当でしたね。あの皆さん、あの真に受けないでください。本当にしたことないです、うん、まだこれからは分かんないですけどね。全てはざれ事です、ね。まあ、でもあれだな、その何、廃材というか、それがこう作りたい部屋の雰囲気に合いそうです、ね。うん、合いそう合いそう。廃材だったらね、価格コストも抑えられるし、うん、なんかなんとなくいい。こういうさ、もう足シンプルなのでもいいんだよね。うん、いいと思う、いいと思う。収納とかなくてね、うん、これだったらいけそうなんでね、うん、
でもそのガラス天板のさ、うん、やつちょっと。そう、ガラス天板のやつがね、ちょっとね。でもこれもさ、そういうことなんじゃないの？あ、でもそうだね。いい風合いを出したパレットを解体し、板の状態からリメイクしたリビングテーブル。あ、パレットをもうちょっと調べましょう。え、いいな、ビーチコーミング行きたい。趣旨変わってきたな。ビーチコーミングに連れてって。じゃあ、ビーチコーミングは夏に行きます。夏に、そうだね。夏、ちょうどいいじゃん。というわけで、いろいろ見たんで、うん、これをもとに、ちょっとホームセンターとかにね、うん、今後は行ってみたいなと思います。はい、まずは椅子をね、作っていきましょう。うん、はい。